皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのブック本です。英国伝統チェック柄トートバッグブック、開封していきたいと思います。はい、開封いたしました。中にはバッグ本体とこちらの冊子入っております。それではまずは広げていきます。それでは詳しく見ていきましょう。ご覧の通りおしゃれなタータンチェックのバッグとなっておりまして、その中でも歴史あるブラックウォッチチェックというのが使用されているということです。はい、見た目もですね、こう持つだけでエレガントさが出るような、そんな柄になっているかと思います。バッグの素材はポリエステル生地が使われておりまして、正面こちらで、反対側、裏面も同様のデザインですね。そして底の部分なんですけれども、合皮が使われておりまして、高級感そして安定感もプラスされます。はい、で角の部分このようになりまして、横から写しますと、はい、このような仕上がりですね。続いてハンドル部分ですけれども、こちらも合皮が使われ、高級感ありますね。そしてこのパタッと倒れたりせず自立するハンドルとなっておりますので、さっとこう持ちやすくなっているかと思います。で、この厚みもですね、しっかりとある肉厚のものになりまして、持った時も手が痛くなりにくい仕様になってます。はい、持った感じは後でまた写していきますね。で取り付いている部分はこのようになっておりますね。はい、耐荷重とかは特に記載がありませんので不明となっております。でサイドにはタグ付きでセント・オブ・ブリティッシュというタグ付きになっております。開口部は嬉しいジップ仕様となっておりまして、ここに引き手がありますので開けていきましょう。ジップの動きですね、はい、特に問題なさそうです。ここまで開きまして、はい、閉める時も問題ございません。では中の方をご覧ください。内側なんチェックにも美白が似合います。それでは中ご覧ください。内側はこれはネイビーカラーのポリエステル生地が使われておりまして、ポケットがこちら側に1つついております。一番下ちょっと手前ぐらいまでの深さのあるものになってますね。そして底の部分もこの四角い形しておりますので、物が入れやすいんじゃないかなと思います。それではサイズ見ていきますけど、 A4 サイズですね。開口部分はこれ A4 が余裕で入っていくわけですけれども、下に行くにつれて狭くなっておりますので、やはり途中でぶつかりまして、 A4 サイズはそこまでいかないという状況ですね。ですので B5 サイズですね、 B5 サイズですとちょうどよく入ってくれます。それでは荷物入れながらサイズ見ていきます。まずはお財布からいきましょう。長財布ですね、お財布はこのように横の余裕も十分あります。立てて入れても大丈夫な高さになっております。とりあえず横にしまして、まあ、その他 500ml ペットボトルもですね、立てて入れられますね、大丈夫です。その他折りたたみ傘も立てられますね、大丈夫、ギリギリですね。これはちょっと横にしておきましょうか。でさらにはポーチですね、ポーチ1つ、もう1つくらい入れておきましょう。はい、こう入れまして、その他ティッシュとかハンカチとか小物類はここのポケット、幅がありますので、もう1つスマホですね、スマホも一緒に入れておくことができます。さらにはこういったメガネケースを入れてみたりとか、手帳ですね、手帳を入れたり、あとこういうキーケースですね、これも内ポケットに入れたいところですけど結構いっぱいになりますけど、はい、こんな感じですね。であとはエコバッグを入れて、ちょっとまだ余裕ありますが、これくらい入れまして、はい、このように収めることできます。はい、それではバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。ご覧の通りタータンチェックのおしゃれなデザイン、さらにはこの形も含めてですね、エレガントなバッグに仕上がっております。で正面こちら横から見るとこうですね、底待ちたっぷりです。さらに反対側がこのようになっております。持ち方としましては手下げからこの肘掛けスタイルですね。はい、この隙間そんなに広くありませんので、ここまでが限界ですね。肩掛けとかはできませんね。
まあ、底が合皮になってますので形も安定しておりますし、このハンドルの部分もですね肉厚になってますので持っていても痛くなりにくくなっております。このプニプニ感がいいですね。では使い勝手見ていきましょう。この状態から、ジップを開けまして、こう開きますとガバッと開いてくれます。ジップ付きはやっぱり嬉しいポイントですね。で内ポケットありますのでここからスマホさっと取り出しまして、はい、このあたり便利なポケットです。幅も広くて深さもありますので、スマホ以外にもこうティッシュ、ハンカチとかですね、さらにこうキーケースも入れられますね。はい、であとはお財布、長財布もゆったりとした感じで入れられますので、お財布も出し入れが容易に行えます。あとペットボトルとかですね、その他折りたたみ傘入れたりとか、ポーチも2つ3つくらい入ります。エコバッグも入りますし、はい、まあ、お出かけの際ですね、通勤通学バッグにも十分使える収納力ではないかと思います。そしてこの底もこの四角い形しておりますので、この幅に収まるものであればこのようにですね綺麗にこう並べておけますので、そのあたりのこの整理もしやすいと言いますか、はい、取り出しやすくなっております。はい、そしてジップを閉めまして、このように、はい、使うことができます。はい、というわけでタータンチェックのバッグあまり出ませんのでね、貴重なアイテムになってくるかと思いますので、気になった方は早めにチェックしてください。大変お待たせいたしました。それでは本日もバッグの正確な容量を測定していきたいと思います。それでは参りましょう。 How many ブルボン。バッグの容量は32ブルボンです。ブルボン伝統ルマンド柄トートバッグ、おすすめです。はい、いかがだったでしょうか。ここまで英国伝統チェック柄トートバッグブック紹介してまいりました。ご覧いただきました通り、タータンチェックがエレガントなバッグになってましたよね。嬉しいジップ付きになっておりましたし、マチもあって容量も十分持ちやすいサイズ感だったかと思います。まあ、この柄の付録はあまり出てきませんので、貴重なアイテムとなっておりました。気になった方は早めにチェックしてくださいね。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回のバッグいいなと思ってもらいましたらグッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。